諸大名の働きにより小田原の北条は滅亡した。豊臣秀吉のもと天下は定まったかに思われた。だが秀吉が死に、その翌年に重鎮の前田利家が死去すると、天下が大きく動き出す。関東250万石の大大名徳川家康が台頭し、彼と対立していた石田三成を中央より排除したのである。天下への野心をあらわにした家康に対し、上杉家の直江兼続は弾劾状を送りつけ挑発。上杉に謀反の動きありと断じた家康は、諸大名に上杉討伐を号令し、会津へと出征した。その背後で上杉に呼応する形で石田三成が挙兵、秀吉恩子の武将たちに決起を呼びかける。天下は家康と三成によって二分されようとしていた。この大きな流れが真田家にも悲しき亀裂を生む。真田の将第二次上田城の戦い。この手で守ってみせる。稲も続きます。今ならまだ間に合います。本当は雪村と共に戦いたいはず。いいな。私との婚姻が雪村と袂を分かつ理由の一つなら離縁してください。三成や雪村と組み家康様と戦うか。私にはできない。この乱世を治められるのは家康様だ。稲のことがなくても私は徳川方についただろう。人は弟や友を捨て保身に走る卑怯者と蔑むだろうがな。おぶゆき様、すまないな。こんなことになってしまった。詫びなど欲しくありません。ついてこいと、ただそうおっしゃってください。稲は真田の人間、信行様の妻なのですから。お前に抗うとは小尺な。上田陥落の法を関ヶ原への手土産としてやる。上田城を攻めるならこの雪村を撃ってからにせよ。雪村砥石城背後を取られてはまずい。砥石城を落とす。覚悟。やはりお前雪村ではないな。信行様、これまで共に戦ってきた家臣と戦わねばならないの。初めて家康様と戦った後、味方が原を思い出す。あの覚悟を私はせねばならない。信行、この城の攻め方きはさて、時に回るならその差に父に示してみせる。松井様、
命は果たしましたぞ。感謝だ父上、何を企んでおられる。なあ、浮村様がやられては勝ち目はない。東軍に寝返るぞ。東軍を城内に引き入れろ。今行きます。開門。内容者が出たか。もはや城は落ちたも同じ。全軍突き進め。真田家臣が寝返った。これは策だ。皆城に近づいてはいけない。父上、大手門に罠があるに違いない。一歩止めれば進軍中の味方が。家計とは卑怯なり。この手で打ち果たしてくれる。秀忠様、お戻りください。なバカめが。我らが正幸様、浮村様を裏切ろう者か。三成殿との約定のため、東軍はこの浮村が止める。今からは目が離せないです。しているか。
恐れながら、これ以上の戦は二度もサラダに苦杯を舐めさせられるか。関ヶ原へ兵を進めるため、まず撤退路へ引く。氷条件変更。引き際はわきまえて、秀忠を攻め立てよう。もう逃げらんないわよ。覚悟はいい？私も参ります。現場長門トネリ行くぞ。開門。信行、己が選んだ道、もはや後戻りはできぬ。父を討て。敵将討ち取ったり。ここは引くぞ。ぬるかな。ぬるかな。このままでは。真田の戦ができる。
雪村の真田は、この信行が守ってみせます。真田の難、怪我さずに済んでよかった。ここで負けるわけには。まず、一人で勝とうと思うな。ぬるかな。厳しい状況だな。遅れを取ろうと。感謝いたす。今こそ2戦非常に勝負いたせ。我がこうにしてくれるわ。好きにはさせん。真田の難、怪我さずに済んでよかった。ミナの弓から逃れられません。敵はさせん。敵将、討ち取ったり。幼い頃からずっと
私の役目、あとはお任せください。そこを曲げて、命ばかりはなりませぬな。雪村は関ヶ原へ向かう秀忠様の軍を足止めし、地産せしめた。生かしておいては戦場で死んでいった者に示しがつきません。うん、どうか真田の地ここで絶やさねば禍根となりましょう。ならば我が娘我が婿も殺せと仰せか。拙者からも願い申す。お聞き入れくださらねば殿と一戦交えることになりまする。真田幸村、良き家族を持った者よ。幸村を許す。家を守るため生きるか、まこと重きによな。